デート中、くるみに言われたいセリフ。うわぁ、そんなのいっぱいありますけどね。はい、お二人ともお考えください。デート中、はい、デート中、まあね、やっぱりデートアライブ、デートアバレットということでデートがついておりますので、まあ、まずはね、こういうテーマから、行っていきたいのではないかなと思います。うわー、ね、くるみさんはまあそうですね、どんなデートをするか、やっぱりデートアライブ1期の方でね、獅童くんと、うんうん、ランジェリーショップに行ったデートがありましたね。はい、あれはくるみさんじゃないとなかなか男の子を引っ張り込めないんじゃないかなっていう部分でしたけど、あれはね、なかなか私も演じながら斬新って思いながらやってた記憶がありますね。くるみさんだったらやっぱりどうですか。あとはね、やっぱ猫が好きなので、あ、確かに、ペットショップとかだとくるみさん落としやすいですよ。割と、それは落としやすいですよ。とか、あとはどうですかね、あんまり食べ物とかには執着ないような感じなんですよね。あ、そうなんですね。うん、でもなんか、おい、あ、かけました？はい。お、じゃあ、おいさん、あ、すごいいっぱい書いてる。マジ？なんで、そんな長いセリフ読むの私。いや、私もちょっと読みづらくなっちゃったかもしれない。はい、では、まず、それでは、本田さんのセリフを読ませていただきたいと思います。これ字汚くて読めなかったらごめんなさい。はい、どうぞ。はい、では、決まりました。よろしくお願いします。これパッと見て読んだ方がいいんですよね、きっと。一回見てもいい。いかがでしょう、読めなかったら汚い。なるほど、わかりました。はい、それでは参ります。あなたの時を止めている間、何をしたと思います？いただきます。さあ、戦いを始めましょう。え、デートって戦争じゃありませんの？なあ、失礼しましたわ。わー、かわいい。なるほど、はい、笑いから入る。そうなんです、これ見せていいやつ、このパンフレット、うん、見てください、ここ。はい、そうです。もう、そうですね、もうデート好きの皆さんならわかると思いますけど、はい、デート、戦争と書いてデートなので、そうです、デート中、はい、戦い中という感じを想定してみました。素晴らしい。はい、はい、皆さんのコメントとしてはどんな感じでしょうか。でも、本田ちゃんのコメント流れちゃってるんじゃないか。確かに。ものすごいスピードが速い。おーとか、なんか、ハートマークとかいっぱい、みんなもうズキュンズキュンですよ。いただいてて、ありがとうございます。なんだろう、ものすごいびっくりマークとか、うん、たくさんあるけど、あーとかいうのもあるね。言葉にならないコメントがたくさん、すごい、ありがとうございます。でも本田ちゃんって言ってる人もいる、うんうん、まあどちらでしょう、はい、海外の方が一人爆発しました。どういうこと、どういうこと、コメントで尊すぎて大丈夫か、大丈夫、戻ってきて強く生きて、ということで、これ難しいな、これ私がジャッジしなきゃいけないんですよね。そうですね。ハンドさん、はい、ありがとうございます、ね、はい、でもデート後輩としては、デート後輩で、はい、素晴らしく、やっぱ戦争と書いてデートと読むというところはね、素晴らしかったと思います。はい、ちょっと僅差でこの、いや、これね、私もうおって思いました。好き放題できちゃう。そうなんですよ。っていうところでちょっと、はい、やってみたいなって思いました。やってほしい。真田さんの願望。はい。素晴らしい。はい。ということで、では続いてのテーマいきたいと思います。はい。